見つけたか、レイズを採用しています。そしてファブゲーミング、フラッシュ、そしてリーヤ、ここはショートもクリアしました。かなり深めでクリアできました。取り返しの CAG、 おこれは避けなかった。クジラのグレネード、しかもこれスパイク落ちましたね。接地音を聞いてその位置に投げれば絶対死ぬだろうという自信を持って多分打ったんだと思います。代わりにヒスカが接地、遅めの接地、フラッシュ、パラノイア合わせていきました。フィスカ、キルを取っていく、ミンティと合わせている、ラインは構築うまくいっていましたけれども、アキム、ミリオンと取り返していきます、天才が抑える、ワオツ、おー、松だ、ただこれ、ハーフまでいけるか、いや、ハーフもやめだ、目の前、目の前、さあ、ここは天才焦った、松が待ちました、いや、お見事、体力残り6。クラッチパーフ、スローで入られるのが一番やられたくないことですからね。抜けますか、さすがに抜けないか。さあ藤山がワンキル獲得、ディフェンダーベースには行きません、スパイクを設置、手前でフィスカ、いやフィスカうますぎる、ディスミス、いやあれディスミス使えるまでかなりね時間が制限されているんですけども、ギリギリで使いました。徐々に時間がなくなります。ヘッドショット、ショー後ろから挟み込んでいく、さあしかし藤山ここで解除の音を立てます。2対2、チョコレート耐えた、スリフティーなるか、藤山ワンバイワン、ワンバイワン、最後はミンティー、新加入ミンティーがほぼトップ走ってましたし、そうですね、データが強さを保証してくれますね。後ろ、ここはチョコレートのカバーが入った、ただ相当削られました。そうですね、ただ倒しきれなかったのは痛いですね。ここは B の裏にワープして入って、ここそして B を制圧、素早い判断、シルフィー設置、バイクを設置、さあ後ろもカバーが入っています。藤山が、藤山のワンキルから取り返しがスタート。4対4の人数状況、ダークカバーを窓に入れていった、パラノイアを受けながらミンティどう耐えるか、ポイズンクラウドを立てながら、まあ少し時間を稼いで相手を倒したい。しかしフィスカの2キル、いやそろそろ毒が足りなくなりますね。最後の解除、これはもう無理という判断で引いていきます。あと一歩が先ほどが届く、かなり攻めるの早いですね。これ5人でラッシュの構成、しかしショーストッパー、いや、これは藤山のグレネードでシルフィー刺さった、フラッシュがなくなりました。その間にミンティー2キル、フィスカもキルを回収、2対3の取り返し、またもや CAG は人数不利なまま取り返しです。いや攻めるのが早いですね、ファブ。あと5秒余裕くれれば CAG はより間に合ってましたね。フラッシュ、最後のフラッシュ入れた、フィスカがそれに刺さった。残りは2対2、体力がお互い少ない中、天才のショックボルトはどうだ、うわ痛い、おギリギリ当たってない。さあ会場どうだ、ハーフまで行った、そこじゃない、そこじゃない、そこだ、違う、そこじゃない、うまい。なんか普通のその子になんとなく見にから全然負けちゃってるんですよね。来ましたよ、バイパーズピット、うわガレージにバイパーズピットです。エコラウンド、藤山2キル、これはショートでの2キルでした。そしてバイパーズピット捨てて前に出ます、ミリオン。これは読めるかな、チョコレートが藤山を落とし、これでミリオンバレましたね。ミリオン帰っていく、あ間に合わない。間に合わない、自分のエリアが、住処がなくなりました。ただこれファブ囲まれているので当たってますね。スモークを焚きながら逃げていきます。使わせてよかったですね。特に生かすこともなく、そしてパラノイアも入れます。ショーが待ち構えます。これで2オン4。
武器回収、あと30秒、あとはパワーで仕掛けるしかない。いや、お見事 CAG、 ここはスリフティー、うん、C はかなり攻めに対して得意なイメージ持ってそうですね。ここはセットアップパラノイア返しがありますが、それは余計ながらのプレーです。さらに2キル目はここはミリオンが抑えます。設置は早くしたいか、後ろはショーが詰めている。ショーと天才の打ち合い、天才のカバーにミンティも加わります。だからカバーも来ましたね、かなりロング引き、しかもこれ解除されましたね。これで位置が分かりました。まあこれでロングは制圧完了、そして天才です。ショックダーツは2つあります。いやー、そしてローリングサンダー、これハンターズ、これは何も見えない、ポイズンクラウド、何も見えないが、今回は抜けるか。いやー、今回対応できてますね。後ろからのカバーもありますが、ここはさすがに今回は耐えます。ファブ先ほどのミスを修正してきました。そして裏はショーが詰めています。お、強引に入りましたね。ワープされるのは想定済み、そしてミリオンが抑える。フィスカーが入ったところをアキムが今度は抑えます。このトレードは CAG の方が有利です。そしてシルフィー、ここまで取っているものを待つのカバー、カバー勝負では CAG です。あとはゆっくり詰めるだけ。苦しいチョコレート、フェイント弾連続、これはになりそうですが、最後は松が抑えました。ミリオン、あ、これはパラノイアが得意の知らしです。入ります。ただ手前まで入っている、リコンボルトも入っている、フラッシュには裏、さあいい位置に藤山が入っていたんですが、ミンティ2キル、どこかで見たことがある。加入の時のこのクラッチプレー、ミンティは本当にうまいですね。敵を倒す能力に関してはピカイチですね。敵のいる位置しっかり把握しましたからね。最後はシルフィーオペレーターです。いやー、でもこれ CAG は完全に課題が残るシーン守りとなりましたね。相手ケースを取るシーンがありましたからね。そこからさあ後ろからショーから、ね、早めの詰めです。ミリオンとショーでロングとショート詰め。お、ミリオンバンダルいけるのか。4対4、ファブは中にこもっていいのか。どちらか詰めないと苦しいぞ。挟み込む CAG、挟まれるファブ、どちら、ツツツオツ、そしてシルフィー、ワンオンツーです。最後はミンティ、これで7対5での折り返し。ファブゲンチ、お、これはもしかしてショックダーツ、どこへのショックダーツ。おー、ピンポイントでそこに飛ぶんだ。そしてドローンを流し込みます。あ、ミンティが裏取ってる。4対3、武器の状況は有利になりますが、さあこれロングから解除できないんですよね。天才抜いた、これどうするんだろう。ロングから解除できないぞ。ハーフ解除成功、ね、ちょっと CAG ずれたか。そうですね、設置位置がっていうのもありましたからね。ブームモッドを壊した瞬間ペイント弾、そして手前にいるのが分かってるが、ミンティワンキル獲得。ミンティは本当にキル取れますね。そしてフィスカーもそこに加わる。嫌なエイサートです。これはもうダメージが一番出せる。そして構成だけ見たらジェットレイナだからそっち攻めたくなる気持ちも分かるんですけどね、個人的には。しかも一番キルが取れる2人を、そうなんですよね、一番エイムに自信のある2人が、うん、入ってきてるのは厄介ですね。もう一度 A プッシュ。ああなるほど、これはそうですね、ポイズンクラウド中に入ってくる。プリンでフェイクですね。おお、ショーのワンキルからツーキルはどうだ。カバー入った、まずはカバー、しかしシルフィーもそこに対抗する。待ち構えた、気合の入ったローリングサンダー、しかし手前では待っているショー。これは大きい、クレバーだ。2人目は無理に勝負はしてません。今までのショーであれば勝負をしていたような気がしますが、ハンターとフューリー当たっている。中関これは逃げない、天才、これで時間を稼いだ。そうですね、ドローン回した、
目の前にいる。うわー、天才だ。ちょっと焦ったが、走る陣だった。ファントム持ってフリーキルしてるシーンがあるんですけど、それをこうオペレーターに変えてどう運用してくるか注目ですね。ファーストキルはミリオン、その間にミンティもキルを取っています。見覚えのある角度。これミンティが嫌というところで下がるでしょうね。ミンティ最近こうツイッターでここで連続キル取ってるフラグシーン上げてたような気がします。スラッシュよけでいいクリですよね。まあ自信のある位置なんでしょうね。さあ C 側開けての取り返しを目指すファブゲーミング、人数差はファブの方が有利、武器差では CAG 有利。うん、さあ設置位置どこにするのか気になるところですが、天才強気だ、天才これいきそう、強気だ天才。いや削っただけだ、ただそこまで削れなかった。ミンティがもうロング来てます。ローリングサンダーも使いました。ミンティワンキル、いやーその距離勝つ、ワンバイワン。いやードットみたいなエイムでしたけど、体力32、一発受けたらその時点でフィニッシュ。顔出すか、顔出すか、顔出さない、出してくれない。いやーこれは かなり我慢した、読んでますね。ハーフまでいけるか、アキメの、うわー、我慢した。いや重要でしたね。イージー、ここ B 攻めする。このラウンドは B セッチまで向かいます。いやこれ本当に行きました。ようこそ私の世界へ。お、アキムが勝負しに行った。フィスカーミンティで潰したところをアキムが後ろを抑えます。そして窓2から3固めます。いやなんなら4ですよ。おお、すごいですね。裏取り来るのは分かってるんで、そこを強引に抑えるで。そして天才も加わっていく、人数を徐々に削っていく。藤山も潰れた。さあ最後は中にいるミリオンも潰され、これでリーチが勝ったファブゲーミング。いやこれ天才の動きを止めれなかったですね。いやは文章ストッパー強そうだな。壁を消すわ。ここで高めの位置、天才のワンキル交換。ここでミリオン先頭できたっていうことは後がないってことですよ。天才ここで勝負。ショックボルト角度をつけて藤山のキル。これはもうアドリブの動きです。 CAG、そして藤山後ろを警戒。いやここをミンティです。ミンティ、シルフィー、さらにはいやどうでしょう、ここからの取り返し、ディフェンダーサイドから2です。フィスカーも加わる。いや本当に打ち負けない。これでワンオンツー。さあ1バレた、後ろ取った。最後はシルフィー、12対7から最後の解除でしっかりファブが決め切りました。13対7。ファブ強かった。配信